はい、こんばんは、ドンチャンネルです。6月25日の夜、今日ヤフーのニュースで一番ショッキングだったのはこれですね。ガードパイプ突き破り、車が川に転落、18歳の男性死亡。宮城県、富谷市の県道で軽乗用車が川に転落し、運転していた18歳の男性が死亡しました。25日午前5時20分頃、あ、これまた夜が明ける前、未明ってことかな、5時20分。富谷市の県道で、橋の下に軽乗用車が転落していると近くに住む人から警察に通報がありました。警察によりますと、横転した車内から山形市に住む18歳の会社員の男性が見つかり、意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡しました。軽乗用車はガードパイプを突き破り、道路の下を流れる川に転落していたということです。警察は事故の原因を調べています。これ動画付きのニュースで、まあ見たら、リアの、ランプの形状から、ダイハツのコペンですよね。それも新しいタイプ。で、軽自動車でオープンになるやつですよね。まあ、朝の5時20分頃ね、オープンで走っていたのかどうかもわからないけど、この動画ニュースを見る限りさ、なんかこう、腹を見せた状態だから、ひょっとしたらこう、運転していた人がシートベルトを押したまま、水面にボーンっていう落ち方だったら、ひょっとしたら頭にね、結構衝撃が来たんじゃないかなとか思うんですよね。オープンだったかどうかわからないけれども。で、付近のね、事故の音を聞いた人が通報されたんでしょうね。そしたら、もう道路に落ち、あ、川に落ちた状態だから結構厳しい状況だったかもしれないですね。ひょっとしたら、居眠り？それか、まあ、スピードを出していて、こう、カーブになっているのを認識できなくて、ガードパイプ突き破って川に落ちたとかね、まあ、いろいろ可能性は考えられるんだけど、まあ、あくまでもね、動画で状況を見た僕の憶測に過ぎないんだけど、まあ、18歳っていう若さでね、亡くなったらね、はい。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、申し上げております。失礼します。